なんか次の企画を何しますかみたいな話で。どうしようかね。次、なんか話したいことあります？ネタあんまないんだよな。まあ確かにね。あ、でも、やってないのとかあるんじゃない？っていうか、ここまでにネタを考えてきて発表するっていうのが筋なんじゃないの？うわ、なんか正論くん来たんだけど、怖っ。あれ、正論くんやんね。シンプルに。シンプルにね。うん。正論くん大喜利やる？まあ、なんか全員正論くんで行くのか、なんか。だって全員正論くんだったら終わんないわ。だから正論くん、全否定くんは欲しくない。あとは、見る角度変えればくんと、ベンジャー。じゃあその 3ラインナップで。うん。でいい。じゃあ、バーサス？で、誰がどれやる？いや、誰がいいんだろう。俺見る角度変えればくん得意だよ。それはそうだと思う。やっぱ野宿が正論くんじゃない？そうだね。いいよ。そうしよう。全否定くんね。そうしよう。全否定くんね。あ、いいじゃん、いいじゃん。正論言って全否定して、そこをなだめるわけでしょ。なんかトークテーマ決めようか。そうだね。まあ、一個じゃなくて、どんどん端的に。うん。そうだ。何にしようかね。じゃあ、まあ、なんか、もうほんと何でもいいよね。一人暮らしするなら、どんな間取りがいいっていうのを最近ちょっと俺気になってる。ちょっと待って、ちょっとテーマ変えて。俺一人暮らししてないから。全否定くんじゃん。あ、するんだ。いやでもなんか正論が言いにくいわ、普通に。じゃあ逆に野宿が正論言いやすいやついいんじゃない？ああ。正論できるからさ。ああ。じゃあ、いやなんか正論言いやすいやつって難しいな。知識を多く持ってるやつで。あ、知識を多く持ってるやつか、確かにね。で、いくと、あれかな、勉強系とか。ああ、いいね。会社、就活、大学。はい、大学みたいにする？え？大学受験的な話にする？うん、いいよ、いいよ。いいかもしれないね。大学受験。国公立にすべきか、私立にすべきかとかね。あ、いいよ、いいよ。まあ、てかまあ、それに対する、まあ、勉強の仕方みたいなところでいいんじゃない？そうそうそう、そうだね。どうやって勉強していくべきかってことよね。そう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 。うん、じゃあ、どうです皆さん、じゃあ、まず国公立私立についてはどっちがいいと思います？まあでも頭の良さにもよるよね、それにね。まあその狙える範囲。そうそうそう。え、でもなんか、なんだろう、こういう考え方もできるっていうのは、行きたいところによって準備の度合いを変えるっていうのはあるじゃないですか。なんか国公立行きたいんだったら、こう前々から準備するとかさ、教科が多いから。それは違うんじゃないかな。え、そんなね、バカは準備できんよ。いやいやいや、違うじゃん。だってさ、バカだから勉強するんでしょ。あれ、なんか全否定くん正論っぽいこと言い出すな。だってお前が否定くんみたいなこと言うの。おかしいって取られたと思う。なんか言ってんな。バカだから勉強するんですよ。バカが勉強して、なんか頭良くなった例ってどんくらいあるんだよ、実際。違うの、それはその子はバカじゃないの。言いたいことわかる？バカは勉強したらバカじゃなくなるんだけど、
バカはいくらまでいくら勉強してもバカなのよ。なるほど。あら、バカだったら無理だよね、国公立は。自分でバカだって自分のことを言ってるやつは一回勉強してみろって話になってくる。あ、勉強したら分かると。そう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 。バカかどうかがね。そうそうそう。コツがあるかどうかってことね。そう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 。うん、じゃあある意味ちょっとこう角度変えてみると。見る角度をね。今の現状はあんま関係ないってことだよね。うん。その子が素質があるかどうかっていうのはやってみないと分かんないと。そうそうそう。だからさ、あのスポーツに重きを置いてきて学業に対して。で、何勉強する機会が。そうそうそうって全否定くんなんだよね、君。おかしようぜ。めっちゃ正論くん、今すごいよ。君全否定くんだよね。なんで否定から入らないのかな。悪魔くんいるんだけど。悪魔くんいるよ。何そうそうそうって。でもその2人さ、ちゃんと今イニシアチブ取れてた、ちゃんと。コミュニケーション取れてる。ちょっとイニシアチブとか言うのやめてもらっていいかな。わかんない視聴者もいると思うんだよね。あれイニシアでごめんなさい。コンセンサス取れてない言葉使っちゃってごめんなさい。大丈夫ですか、このミーティングのアジェンダ何でしたっけ。うぜえ。あれ、なんか見る角度カエルくんじゃないベンチャーくんになってる。もしかしてベンチャーくんなんじゃないかな、君。ベンチャー上がりで、すいません、ちょっとコンサルやってたもんで。頼むよ、ちょっと。でもまあ、なんていうんですかね、やっぱりこう。ちょっと、全否定くんが静かになっちゃってるよ。え？どうしたんですか？シュンとしてるよ、シュンと。大丈夫ですよ、今発言しちゃって大丈夫ですよ。みんなでコンセンサスっていうミーティングだったと思う。無言くんいない。無言くん。無言。口もごもごくんじゃない？口もごもごくんいるよね。あの、喋れない子でしょ。あの、もごもごして。あ、いるね。もごもごくんいるね。もごもごくんいるね。うん、これ大丈夫？話通じる？もごもごくん。わかんない、うん。ちゃんと伝わってるよね。あ、伝わってるか。君の熱で伝わってる。で、結論こう、インセンティブどうするかって話だと思うんですけど、どうですか、正論さん大丈夫ですか。いや、結論出るの早いんじゃないかな、ちょっと。何にも話せてないと思うんだけど。どうかな。まあ、確かに。自分が、そう、皆さんの、認識をちょっとちゃんと取らずに会議進めてしまったんで、ちょっとなんか新卒くんみたいなの出てきたな。ごめんなさい、ちょっとまた明日以降改善します。なんか僕以外キャラ変わりすぎじゃないかな。ちょっとあの一つに統一してもらっていいかな。ちなみに君も真反対に変わってるけどね。ちなみに君から始まったんですけどね、これ。責任取ってくれますか。あの収集つかなくなって責任。俺から始まってる。はい。大帝くんが全否定くんに変わった瞬間から祖祖さんが。これはと思って、あ、なるほどね。なるほど。それを契機に、ソソさんが、ここぞとばかりに、始めちゃったのか、はい。そうです。謝っていただけますか。ごめん。それはごめんだわ。ちょっとあの、はいはい、僕もすぐちょっと全否定したいところが出ちゃって、つい否定しちゃって、すいません、それは。やっぱあの、人間、正反対のものに惹かれる性質ってあるじゃん。隣の芝生は青いじゃないけど。あれ、ローランドくんいる。ローランドくんいるかな。ローランドくんだね。ローランドくんいた。
ホランド君最近会ってないからすっごい会いたかったんだよね。ローランド君欲しいな。ローランド君僕のキャラに欲しいな。あげるよ。え？やべえな、これひどいな。え、でも違うよ、もずく君がやっぱちゃんと合ってるよ、ローランド君には。僕にはとてもできないって。正社員君。正社員君が板についてきた。あれ新入社員君か。パーティーの中で一番最初に死ぬやつです。わかんねえ。あの、ハマスで死ぬやつですね。ビビビビビビビ。ちょっとやばいな、うまくいってないっすね。ビビビビビビビ。もう何くんかもわかんないっす。もうな。チョコボです。チョコ。もう難しいっす。スタートから難しいっす。わあこれ面白いね。誰？自分で言ってもらっていいっすか。もう何くん何くん。あの。語尾強めちゃうくんですね。ジローラもくんかと思った一瞬。野菜生活飲んでるのいいね。健康。これ美味しいんだよ。美味しいの？何が美味しいの？語尾強めちゃうくんが。これいいんだよね。これいいんだよ。え？最近他何飲んでるんですか？ラジオクさんは最近はね、水かな。安倍副総理、安倍じゃねえわ、麻生か、麻生さん。それさ、パワハラだと思うんだよね。忍さんだ、忍さん。忍さん出てきた。急に忍さん出てきた。なんか麻生さんと忍さんのコラボ。昼のニュースだよな。特番特番。え、じゃあもうこれ誰が収集つけるんですか。収集つけるくん呼ぼうぜ。収集つけるくん。うん。じゃあ収集つけるくんちょっと呼んでくるよ。オッケー。呼んでいい？いいよ。野宿せーので呼ぼうぜ。うん。よ、せーの、収集つけるくん。あのみんな大丈夫大丈夫、みんな認識合わせてるから大丈夫大丈夫。今日の会議の結論っていうのは、皆さんみかんは5つ、リンゴは3つ買ってこよって話。みんな大丈夫大丈夫。あ、これで先輩あのアジェンダ通りですか。ありがとうございます。じゃあリンゴ3つみかん。あ、ごめんなさい、リンゴ5つ、あ、みかん3つですね。あ、わかりました。じゃあ、八百屋に、あ、ごめん、多い効果ですね。八百屋に。俺、ボツ動画だな。最後、モール君いたから。え？